はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。青道高校の方が実装されてですね、現在特設プレミアム、初回10連ガチャで、沢村、古谷、春っちの、3人の中から、1名が SR 以上確定で、出るというガチャが来ておりますので、こちらの方を回していきたいと思います。で、青道キャラなんですけれども、俺の中でいくと誰がいいんだろうね。自分ね、3人ともね使ったことないんですよ。まあ古谷は球速でしょ。で、確か金徳がね街道だったと思うんですよね。街道はねちょっとね重すぎるんですよね、経験点が。で、沢村は何だったっけ、変幻自在とかだったっけ。で、スタミナキャラで、春っちは何だっけ、アンダ製造機の打撃キャラだったような気がします間違ってたらすいません。でね、カルッチじゃなくてね、お兄さんの方だったら、魔術師なんで、まあね、そっち欲しかったんですけれども、まあ今回は沢村世代の3人の中から SR が1枚確定ということで、まあこの3人の中でいくと自分の中では沢村が一番欲しいですかね。まあとりあえず引いていきましょう。あ、そうそうそう、引く前にまたちょっとね渋るんすけど、チケットがそういえばあるんですよね。で、普通の SR ガチャチケットとかからは青銅キャラは排出されないので、まあ、ちょっと置いておいて、青銅用の R チケットと PR チケット、こっちを先に引いていきましょう。まあ4枚消費で、まずは R の方ですね。ポンと、まあすっげえ普通だな一応赤背景は来たけど、これはハルッチの方かな。ハルッチ、ハルッチ、沢村と、これどこまで来てんの。あ、一応 PR の沢村が来ましたね。これメイとかもいるのかな。製造だから製造しか出ないのか。じゃあメイは出ないわ。他の3年生組、テツさんとかイサシキとか、そこら辺のキャラとかも入ってるんですかね。ちょっとどこが排出されるのか全然理解してないんですけど、まあいいや、使っちゃおう、もうあるんで。この3人だけだったらちょっとなんか微妙な感じですよね。これは普通の感じですね。ハルッチてか3人しか出なそうだな今のタイミングは。だったらあれですよね、ライチとかメイが実装されてからチケット使った方が良さそうですけれども、まあこれを見てもし、他の3人以外が出た方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。じゃあ10連ガチャの方を引いていきましょう。まあ普通のキャラの SR が出てくれても全然いいんですけど、ポーンと、さあ何個来る。まあそりゃ1個だよね。いやー、ほんと出ないよな。あー、沢村来ましたね。まあ、3人の中だったら、多分一番使いやすいと自分は思います。で、まあ他は、R なり PR なんで。佐久間くんは？まあ普通の R か。ということで、まあ、スタミナキャラの沢村でしたね。投手はね、自分ね、手札がめっちゃ少ないんですよ。だからね、結構作るの苦労するんですけど。で、パワチャレの試合の方が、自分この週末からタイへ行きますので、週末が全く動けないんですよ。なので、試合チケットは1枚を残して、もう消化してあります。で、チャレンジの方も、まあ、到達も全部終わらせて、ランキングは終わった時だから、コンプも全部終わらせました。だからこの1枚を残すところになってますので、まあ、試合をやって今週はこれで締めましょう。で、基本的には、まあ、A クラスを勝ったり負けたりっていうところですかね。勝率は多分 70% くらいで勝てる感じで、時々 B クラスに落ちちゃうっていうところですかね。まあ、A クラス残ったり B クラスに落ちたりといったところか。で、結構こうね、点をね入れられるんですよね。多分ピッ
ッチャーのあれが弱いと思うんだけど、あ、そうそうそう、であと今回からなんか高速試合が実装されてなんかめっちゃ速くなりましたよね。ちょっと打たれたりすると分かるんですけど、ここで L を押すとめっちゃ速くなるっていう。今のはなんかこの超スローボールとか基本はカモボールなんだけどたまに打てなくなりますね。これとかめっちゃ速いっすよね。であと数字を入れてるのはもう査定値ですね。最近作ったキャラはもうなんか査定値を入れることにしました。だからこのキャッチャーは査定99っていうことですね。投球これから4球目。これはいい当たりだ。入れば逆転だ。いった。オッケーオッケー。ほら9対6って。ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー1塁2塁という。もうちょっと右側だったかな。スライダーが。で11対13。でも一応勝てるっていう。なんかそんな感じの試合です。今日。ちょっと極端だったけれども、でも平均ねやっぱりね 5,6 点は入れられますね。で今のところの、累計ポイントが57万で、まあ、3200位、5000位以内に残れれば上々といったところですかね。というところで、じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。サクセススペシャルね、もうガチャしか引いてないじゃんっていう感じなんですけれども、なんかサクセスの動画はねまだ素晴らしい選手を作れるような感じじゃないんで、青道高校もねなかなか難しいですよね。青道高校基本的にもう数えるほどしかやったことないんで、まあ多分動画にしても大した動画にならないんで、まあもうちょっとガチャが続く感じになりますかね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。